中時計をなんか好きになったきっかけというか、時間を見るっていうよりも時を見る。ああ、いい。いつもご覧いただきありがとうございます。ショービドット経営店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、はい、いつもは時計の情報だったり、まあ、勉強会っていう感じで送らせて、はい、いただいてるんですけど、今回は初めての試みということで、実際にご購入されたお客様がどのように使ってらっしゃるのか、うん、でなぜ当店を選んでくれたのかなどを、ちょっとお客様の声をリアルに聞いてまいりましたので、はい、はい、そちらの動画を一緒に郷田さんとですね、 YouTube を見ていただいているお客様と一緒に見ていこうかなと思っております。はい、いつもはですね、まあ、自分たちが時計の魅力をということで発信してますけれども、まあ、いつもと違って、お客様からの見た時計の魅力というのを今回はお話をさせていただきましたので、そちらのことを今回は講演していきたいと思います。はい、で、今回取材させていただいた坂爪さんなんですが、はい、記念品に銀無垢の懐中時計をご購入されたお客様だったんですけども、うん、この銀無垢っていうところにちょっと郷田さんに一回動画を始まる前に聞きたいことがあって、はいはい、まずはちょっとこちらの動画をご覧ください。はい、この人の手に触れることによってどんどん銀無垢って変化して、ね、味がありますけどね、黒ずんだけどね、いぶし銀無垢、そうそうなんですはい、ここの動画で、はい、まあ、動画はちょっと青くライトの関係でなってしまってるんですが、照明がね、ちょっと暗かったね。郷田さんがいぶし銀ですねっておっしゃってるんですよね。はい、でいぶし銀で、また銀無垢、あともう一つ、あの銀仕上げっていう懐中時計もあると思うんですけど、うん、はい、一体何が違うのか。で実際に今月問い合わせがあったんですけど、銀仕上げっていうものは、うん、あの贈り物にするにはちょっとあまり向かないんでしょうかって思ってらっしゃる方も割と多いかなと思いますので、はい、郷田さんの思うちょっと銀無垢銀仕上げの違いとそれぞれの魅力を短めに、はい、お願いします。はい、まあ、あの銀仕上げと銀、2つあるんですが、よく同じように混同されがちですけど違います。銀というものは 92.5%、まあ、スターリングシルバーと思います。92.5% 銀を使ってますということで、まあ、なんていうんですかね、高級食器とかああいうのにも使われたりするものなんですが、で銀仕上げというものはその銀のコーティングをしていると、まあ、メッキ仕上げみたいな感じで表面が銀ということの違いです。で銀仕上げというのはですね、表面をコーティングしているだけに、あの下地はあるんですが、その分ちょっとコストはかかってないので、銀無垢と比べると若干お安めに買えるというものになります。で片や銀の方はですね、使っていくほどにどん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 変化していって、まあ、本当にあのアンティークのような風合いになってくれます。まあ、ようなというかね、現代、今も出回っているアンティークなんかでも銀とかあったりするんですけども、うん、やっぱこうちょっとずつ黒ずんでいって、まあ、茶色くなって黒ずんでいって、で最終的にはそのいぶし銀へと仕上がっていくというのが銀の魅力になります。なのであの銀が、まあ、もちろんその素材的には高いんですけども、必ずしも銀だけの方が優勢というわけではなくて、まあ、銀は銀仕上げは銀仕上げで劣化しにくい、表面が銀なので銀のようなエイジングをしないというのは一つの魅力かなというところです。なるほどですね。じゃあ贈り物にも全然銀仕上げは向いているということですよね。はい、まあ贈り物っていうとね、やっぱその先方様が使ってくれるかどうかわからないということで、使っていない時計の場合に関してはもうほとんど変化しませんから、もう銀仕上げで十分、あのいつ見ても同じ状態っていうのも一つの魅力かなと思います。確かに飾っていらっしゃる方多いですもんね、贈られた方でも。そうですね、やっぱりせっかくの贈り物なんでと置き時計のように使われる人もいらっしゃるので、そう考えるとまあ銀仕上げでも十分な役割できるのかなと。あの変化もせんし、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは坂爪様と の対談取材の動画を一緒にご覧いただきたいんですが、はい、ちょっとそこの前に注意事項というか、背景の音楽がちょっと著作権の問題で引っかかってしまうかもしれないっていうことで、あの、うん、動画の自体の音声をちょっと消してしまってる部分があるんですけど、なるほど、はい、その場合はあのテロップで出してますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、今回お店さんなんでどうしても音声がね、はい、はい、厳しいんで今が、はい、はい、では
いきます。はい、普段お買い上げいただいた時はどのように使ってらっしゃるのかというのをお伝えしたいです。はい、先ほどあの、はい、贈り物飾る方多いっておっしゃってたんですけど、坂爪様もスタンドに引っ掛けて飾ってるっておっしゃってましたね。置き時計として、置き時計として、お仕事の場所、作業場に置いてあるっておっしゃってました。まあ、やっぱり人間働く時間多いから、やっぱり仕事中にずっと傍らに置いていてくださってるということだよね。そうですね。この時計が懐かしい、ゴールサブ。すっごい語ってましたもんね。他にも時計って何個かコレクションというか、ね、他にも持ち時計を持ちだったみたいなんですが、うんうん、飾ってるのは今の時計だけみたいです。ああ、なるほど。じゃあ、はい、もう仕事場にいつもある時計はウォールさんも見てくださって、そうですね、はい、あの召喚時計も確か使ってるってことですね。はい、お好きとおっしゃってましたね。なので懐中時計自体は結構普段から使っていただいている方ですね、うん、そうですね。あ、でも持ち歩いてはなかったですね。うん、そうですね。腕時計は今されてるこのスマートウォッチで、この時もスマートウォッチつけられていて、朝ランニングするんですか。あ、うん、いろんな記録とか飲むのはすごくね、こういう方多いですよね。まあそうですね、今の時代はやっぱり体調管理のためにスマートウォッチを使う人はもう現代は結構多くいるかなと、うんうん、多いと思います。懐中時計をなんか好きになったきっかけというか、ここに懐中時計を贈り物にしたきっかけっていうのは結構皆さん気になるかと思うんですが、自分に関する記念品は、あまり痛くないですけど、還暦記念この字の実は大きくて、自分のなんか節目に記念として懐中時計を買われる方も実は多いですよね。就職だったり還暦退職、はい、まあ、昇進とかね、うん、はい、ランクが上がったので一個上の時計を持とうっていうことも、うんうんうん、一つのステータスかなと。時間を見るっていうよりも時を見る。ああ、いいこと、いいこと言ってください。本当にもう名言ですよね。時間ではなく時を見る。やっぱり普段こうスマートウォッチをつけられてて、バリバリでこう仕事されてる方なんですけど、やっぱりそれでもなんですか、ゆとりのある時間というか、そうですね、懐中時計はまた違う時間の過ごし方ができるっていうことを言ってくださってて、うん、確かにと思って、言葉の重みが違うなと思いました。それはずっと使った人だからこそ重みがね、うん、そうですよね、うん、今この時とかってことになってるけど、いろいろとありますよね。生活だってウォル様の時計を見て、もうここの動画ではもう何分もカットしてるんですけど、ゴダさんがもうウォル様はみたいな、もうすっごい語りが思い出がもうブワーって出てきましたもんね。いや本当ウォル様はね、なぜ今あってもなくなったのかなと思う、残念ですけども、それほどいいものを作るブランドだったんですね。そうなんです、ノスタルジックな時計もありますし、はい、今はスマートチームのなんだけど、はい、秒針が台式の場合ってこうスムーズに振れるんですよ。あ、なるほど。動作カチッカチッカチッ。これ言われる方多いですよね。クォーツのようなカチカチじゃないのが、まあ、そうだね、機械式時計、まあ、そのクォーツっていうのは針が1秒1秒動くのが基本的なものです、うん、もちろんそうじゃないのもたまにあるんですが、まあ、基本的には1秒1秒がカチカチ動いていくので、そうじゃないかな、まあ、針が流れるように動く機械式時計は、うん、結構気に入ってくださるポイントかなと。そうですよね。坂爪様も今おっしゃってましたけど、時間は流れるものだから、うん、やっぱそれをこう感じれるのがいいところだと。いいことをおっしゃってくださいました。はい、もう時計をつける、それもあの毎朝少しずつ修正して、毎朝のルーティンにしてくださってました、うん、ね、わざわざ調整して使ってる、うん、手のかかる子ほど可愛い手間がかかる子ほど可愛いっておっしゃってました。機械式時計はそう受け取ってくれたらもう最高ですね、うん、この間のライブ配信でも
なんかもう愛おしい、可愛いって言ってくださってる方いらっしゃいましたもんね。うん、あ、そうそう、鉄道時計の召喚時計の話も出てますけど、これのちょうど前日に薄井陶芸さんも行かせていただいてたんですよね。そうですね、うん、その動画もぜひ、はい、合わせてご覧いただければ、見ていただければ。群馬県に行ってますね。置くところが実際にあって、はい、ここがすっごく、あの、郷田さんの語りが、熱があったんでね、前日に出たので、まあ、ちょっと早回して、配置見てみて、2種類しかないです。白って200色あるねみたいな。いや、面白いですよ、そういう話をしながら、やっぱり一杯飲みながらそういう話をするの面白いです。坂君さんもすごい聞いてくださって、おかやへ送りがいもうなんか記念日に当店を選んでいただいた、はい、たくさん時計屋さんっていうものがある中で当店を選んでくださった理由っていうのも坂爪さんがお答えしてくださったんですけど、はい、坂爪さんは懐中時計がいいというのはもう最初から決まっていた方だったので、あ、もうそうですね、決まって、はい、もう懐中決め打ちでしたからね。そうですね、どの懐中時計にしようかとという感じで探しされていた方でしたね。自分への大切な記念の、はい、ありがたいことに装備動画検索で出てくることも確かに多いんですよね。そうですね、やっぱ懐中時計もう開業当初からですね、まあ、懐中時計、まあ、その時はまだまだ出てなかったんですけど、徐々に増やしていって専門店として今ではさせていただいてますね。先ほどちょっと郷田さんの熱量も動画で伝わってたかなと思うんですけど、時計を好きなスタッフの郷田さんはじめっていうのがやっぱり伝わってくださったみたいで、ネット上でで小微動にしてくれたとはおっしゃってくださってました、うん、はい、そう共感していただいたのは本当に嬉しい限りですね、うん。結構シンプルなのがお好きな方だったので、デザインはもうルーマスジスモセコっていうのは条件で決まってたみたいなんですけど、ふた、うん、足ふたなりふたあり、はい、どっちがいいんだろうって迷ってる方も結構いらっしゃると思うんですよ、贈り物とかに、うん、まあ、坂爪さんのように飾られる方で時間をすぐ見たいって方だったので、坂爪さんはふたなしにそうですね、されましたね。やっぱ実用しようと思うと蓋のない方が、あの、使いやすいと思ってますね、うん、もう彫刻もなしで全て、まあ、シンプルにしたいっていうので、あの、とってもねシンプルな時計なんで、うん、まあ、郷田さんもおっしゃってますけど、やっぱシンプルな時計は飽きない、はい、シンプルイズベストという言葉は通りです。シンプルイズベストってことはその通りで、まあ、飽きないんです。ここもすごくなんかジンときましたよね。人もそうですけど、出会い、ご縁ですけど、なんか多いんですよ。だってこのゴルファーの人も本当に懐中時計に限ったことではないですけど、特に懐中時計は少ないので欲しいと思った時になくなってるってことが多いですよね。もうタイミングどうしてもね、生産数はね腕時計に比べたら桁違いなので、やっぱり懐中時計っていうのは欲しい時にないっていうのはよくある話です。そうですね、あるあると言ってもおかしくないようによくあることです。これからのその出会いもなんですけど、今までその出会ってきたその方にも声を聞きに行きたいっていうので、今日は心よく取材を受けてくださって、そうですね、ありがとうございます。結構な時間をいただいてお話をさせてもらったんですけど、そうですよね。はい、取材はもっと長かったんですけど、結構ちょっと動画的に、はい、もう今回は記念日に送りたい方に参考になるようにっていうので抜粋させていただきました。ちょっとその後一緒にお酒も飲ませていただいて、はい、プロレスラーがよく来るお店、そうだからね、もうぜひまた行きたい場所かな。めちゃくちゃおしゃれでしたよね、はい、面白い、まあなんとか駅からも近いです、ね、はい、すごく近いです。
オーナーさんもすごくおおらかでいい方で、ね、もう気さくにお話しさせていただいてね。でこの阪神 の優勝の記念のビールも見せていただいたんですけど、お土産に買って帰ろうと思ったら坂爪さんが準備してくださってて、ありがたいことにプレゼントまでいただいてしまって、本当にありがとうございました。はい、動画を一緒に最後までご覧いただきありがとうございました。他にも今回取材させていただいたお客様がいらっしゃるので、また順々に出して追加していただきたいなと思ってるんですが、まずは記念品に悩まれてる方に参考になればと思い、私たちと坂爪さんと の対談取材を放送させていただきました。はい、まあ、送るにも自分用にもおすすめなのはやっぱり懐中時計ということで、そうですね、もう記念のお品にはもうぴったりの時計になっております。はい、はい、実際に行ってどうでしたか？そうですね、やっぱりこう過去の、まあ、自分の本当子供に会いに行くような気持ちで行かせてもらいましたね。本当見るとね、やっぱり、まあ、時間も経ってますし、まあ、何年も前、十何年前とかですね、販売したものなんてやっぱりこう忘れていくもんなんです、人間の記憶って、うん、まあ、どんどん上書きされていくのでね。けど見るとね、ぶわっとこう一気に思い出すんですよ、うん、そのだから先ほど時を見るっておっしゃってくれましたけども、それと一緒に自分たちもですね、手塩にかけて育てた子供、まあ、時計というのはですね、やっぱり覚えてるんですよね、うん、ああこの時計懐かしいって自分たちも心の底から思わせてくれるのが、こういうお客様と会いに行った時かなと思います。しかもかなり綺麗に使ってくださってるので、ね、うん、まあ、もちろんその置き時計として使ってくださってるんで、その傷が入る、まあ、きっかけはそんなにないとは思うんですけども、まあ、本当に新品のような状態で使ってくださってるのはめちゃくちゃ嬉しかったです。大切にやっぱ記念の品として大事に大事に使われて、ね、うん、くださってるんだなっていうのが伝わりましたよね、はい、だから決して仕事場であるからといっても存在を忘れているわけではなく、毎日ちゃんと時間を合わせて使ってくださっているところにやっぱり愛着を感じるかなと。そうですよね、はいはい、記念のお品物を悩まれてる方は、まあ、LINE だったりお電話だったりしてくだされば、ゴーダーさん含め私たちスタッフが予算だったりご希望だったりの範囲でお答えさせていただきますので、はい、お気軽にお問い合わせください、はい、もう必ずしもこれがおすすめっていうのはなくて、うん、その人のですね、お好みであったり趣向であったり、まあ、お話をお伺いしながら、あこれがじゃあ向いてるんじゃないでしょうかっていうご提案も商業時計にはさせていただいております。はい、来週はライブ配信の予定ですので、ライブ配信で、はいはい、またライブ配信でお会いできたら、はい、はい、嬉しいです。実際に直接リアルタイムでお会いしましょう。はい、失礼いたします、はい、ありがとうございました。はい、動画はここまでで終了なんですが、はい、ちょっとここで郷田さんから告知というかお知らせがございます。はい、そうですね、2024年2月17、18日に、はい、はい、また東京にて懐中時計展示会の開催が決定いたしました。もう次で第7回ということになります。はい、前回9月に関西でも展示会させていただいて、はい、多くの方に来ていただいたんですが、まあ、今回取材の動画だったんですけど、懐中時計展示会でもやはり直接お会いできる場として私たちからはもう本当に大切な場所なんですが、来年も開催できるとのことで、はい、12月の、2023年12月11日よりホームページより予約ができます。はい、これはですね、この懐中時計展示会完全予約制というスタイルを最初から、はい、させていただいているんですけども、これはなぜかというと、懐中時計というのはですね、実際に見て触って、でこういろんなこう体感してもらって魅力を築けていただきます。やっぱりこうただ置いているだけではわからないので、実物を見てもらって、その魅力というのをですね、じっくり説明させていただきながら、理想の一本を選んでいただければなと思って開催しております。はい、なので人数制限を時間枠でさせていただいてます。ぎゅうぎゅうになったりとか、ちょっと、まあ、せかしてしまう空気を作りたくないので、
お話しできるように人数制限もしておりますので、あの予約はお早めにしていただいた方がお好きな時間で来ていただけるかと思います、はい、もう枠が限られてますので、ぜひお早めにお願いします、はい。で、場所なんですが、東京の都内某所ということで、まだあのお知らせはちょっとセキュリティのこともあってできないんですけども、はい、あの予約をされた方に、1月、ちょっとはっきりした日にちはまだ決まってないんですが、1月頃からあの詳細をお送りさせていただこうと思っておりますので、はい、はい、楽しみにしていただければ、はい、実際にお会いさせていただいて、時計の、はい、魅力をお伝えさせていただければと思いますので、はい、ぜひ、はい、お越しくださいまして、お待ちしております、はい、よろしくお願いします。お願いします。